皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は RPG スクール、MV トリニティのファミ通紹介をしていきたいと思います。そうですね、この作品は RPG を作ることができるというゲームですね。まあ私としてはそうですね、いろんなキャラクターの職業を設定してその能力を決めるというのがちょっと好きでしてね。ちょっとまあ簡単に言いますと、キャラクターボイスや歌物もあるらしいですね。さらにはなんかダウンロードコンテンツとしてユーザーが任意で作成追加することのできないものも追加されるそうですね。まあ作ったゲームはスクール広場で経由で誰でも無料で遊べるそうです。そうですね、無料ソフト、各ハード用の無料ソフトの RPG スクール MV プレイヤーがなければできないらしいですね。まあそれはともかくですね、ちょっと私の考えたまあ、ゲーム名などはちょっと考えてないんですけど、軽くこういうパーティーメンバーを考えてみたんですよ。それをちょっと紹介していきたいと思います。まずは戦士、クラス戦士、ヒットポイントとパワーが高くて、まあ、ヒットポイントと物理防御力が高くて攻撃と防御のバランスが取れている物理万能型といったところですね。弱点は、まあ、魔法攻撃力、魔法防御力が欠けているところです。しかし盾が装備できるので魔法防御力はある程度補えます。そして騎士、ヒットポイントとが、物理防御力が高くて、盾役になります。戦士よりも防御パワーに物理攻撃力に欠けますが、特に意味はありませんが、魔法攻撃力と魔法防御力が高め、戦士より高めです。こちらも盾が装備できます。そして重戦士、モーニングスターなどの重量武器を装備できるパワータイプです。盾が装備できない分防御力には不安がありますが、その分屈指の攻撃力、物理攻撃力を誇ります。そうですね、とはいえ接近戦用のキャラクターのクラスの中では一番攻撃力が高いです。そして術防御力と術防御力は戦士よりは上です。そして術攻撃力は戦士よりも下です。そして魔法剣士、こちらは攻撃力以外は全部低めという設定ですね。とはいえ物理防御力と術防御力は意外と高かったりします。まあ総合的な攻撃力はトップクラスといったところです。そうですね、相手によって術と物理攻撃を使い分けることができます。そしてビショップ、ヒットポイントが全クラス中最弱でパワーも弱いです。そして物理防御力も低めという打たれ弱さを誇りますが、術攻撃力と術防御力の基本値は全キャラ中トップクラスです。とは言ってもちょっとおそらく騎士には装備の関係上術防御力は劣る可能性があります。そしてボマー、威力の高い爆弾を使いつつ硬い装甲と盾で物理防御力は全クラス中トップクラスです。そして 全クラス中術防御力は、一番低いですが盾で補うことも可能ですといったところですね。まあどういうそんな感じにゲームが作れれば最高かなと思いますね。やっぱりクラスのキャラクターのクラスを作れるというのがちょっと私の好きなところですね。そして装備によってもあれですね、
今ビショップがメンタルはもしかしたら騎士に劣る可能性があると言いましたけど、よく考えてみればちょっとローブとかそういう装備品もローブは全部防具中術防御力が一番高いということを忘れていました。まあそんな感じのゲームがある作れたら楽しいかなと思いますね。まあそんな感じで今回はこの辺で RPG スクール MV トリニティのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。